カール5世のアントワープ入場は、ハンス・マカルトによる巨大な歴史が、五冠と並ぶマカルトの代表的な絵画作品である。スケッチ、カール5世のアントワープ入場ハンブルク美術館にて、中央の巨大な絵画が、カール5世のアントワープ入場、ピーテル・パウル・ルーベンスの生誕300年を記念して、1878年に制作された。公開から数日のうちに、 三万人を遥かに超える人々が美術館に押し寄せ、街はこの話題で持ちきりだったという。キュンストラーハウスに押しかけた見物人はあらゆる階層にわたっており、まだこの絵を見ていないものなど話にならないといった風であった。入り口の混乱を整理するために警察まで出動した。この異常な人気には訳がある。これはウィーンでこそ描かれる絵であって、もっと正確には、 ウィーンがおのずから描き出した絵と言うべきだろう。三月二十四日付新聞記事より、ハプスブルク家の領土をスペインとその俗領に及ぼした、神聖ローマ皇帝カール五世を中央に描き、裸に近い女人群像と、きらびやかな衣装をまとう人々をその周囲に配置した、豪華絢爛な作品である。縦に五百二十センチメートル、横に九百五十二センチメートルという巨大な絵画であり、 現在収蔵されているドイツハンブルク美術館では展示室の中で圧倒的な存在感を放っている。ウィキメディアコモンズにはカール5世のアントワープ入場に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。